それでは述語構造と小語関係のアノテーションという、論文について、長岡技術科学大学の角張雄生が説明させていただきます。まずこちらの研究の背景なんですけども、既存のコンパス作成で導入されているタグ付与の基準というものは、言語の違いであったり、最終的に出力したい、解析の結果が異なるため、そのまま利用できない、タグ付けされている、その元々の既存のコンパスというものをそのまま利用できないということが多くありました。そこで既存 の、タグ付与というものの使用を、どういうふうにしたらいいのかというのを吟味して、その上で、その本論文では述語構造と参照関係のアノテーションというものをしています。今回の論文で作成されたコーパスっていうものは実際にこちらの URL で公開されています。まず基礎知識なんですけども、小語と基礎参照について軽く説明します。小語というものは、ある表現が同一の文章内の他の表現を指す機能でして、太郎は彼の自転車に乗ったやったり、その彼っていうものは、その太郎っていうものを指しているのを、それを小語と言います。逆にそのゼロ小語っていうものは、そのゼロ代名詞というものは、その文章内にそのある表現、その示しているものがないっていうものなんですけども、それと小語関係になっているっていうので、ゼロ小語っていうものは、文内のゼロ小語と、文間ゼロ小語を指すがあって、同一の文章内に、そのゼロ小語と先行詞が出現している場合と、先行詞が、そのゼロ小語代名詞と、ゼロ代名詞と、異なる文章内に出現している場合という場合があります。共産省というものは、2つ以上の表現が、現実の世界またはその仮想の世界において同一の実態を指しているものというものを共産省と言います。ここからが先行研究であるものなんですけども、先行研究での問題点を言いますと、一番上の論文では、過剰な共産省のタグ付けがされているため、それが実際にその一番最初にあったように、有効に使えない場合であったり、それを回避するために、メンション、表現のことを、ここでは、言及と言っているんですけども、それと、あと実態、現実世界で何に対応するかという、インスタンスともいいんですけども、それをの2つの概念を入れて、その過剰な共産省関係を築かれないようにしているんですけども、この場合、文章内に出現する共産省関係を、過剰にすることはないんですけども、網羅的にタグを付与することができないという問題もありました。で、京都コーパスの 4.0 では、係受けの情報に加えて、共産省タグというものが付与されています。で、私、述語構造のものに言えば、必須格が省略されるゼロ小語の現象が頻繁に起きます。日本語の場合では、そのような現象がよく起きてしまいます。文を超えて、出現している表現であったり、その文章の外の要素を使っているものがあります。で、この2つの問題っていうものを考慮して、タグ付けをする必要がありますが、京都コーパスでは、文間ゼロ小語と外界小語に関してもタグを付与していて、格上詞相当の表現格に加えて、に何々についてのような連語も、表層格として、その述語の前に来る、項の関係として、関係を述語との対応を取ることによって、取るように、その京都コーパスではしています。
まあ、本研究でのまあタグ付与の基準なんですけども、まず術後項構造については、まあ、表層核のまあガとオとニについて、まあ、術後に関してはその、まあ、項をまあそれ、まあガとオとニについて、まあ、それぞれまあタグを付与するようにしていまして、まあ、自体生命詞、まあ、ここでいう実体生命詞というものは、まあ、動詞派生名詞と、まあ、あと左辺名詞なんですけども、まあ、こちらの実体生命詞でもまあ同様に述語と、まあ、同様に我と応答に対してまあタグを付与しています。次にまあ参照、まあ、共参照関係については、照応関係があって、かつ、まあ、その照応されているものが、まあ、実体であるっていう場合のみを対象として、まあ、共参照の関係を、まあ、認定して、まあ、タグを付与しています。ここからが本手法の、まあ、術語と項の、まあ、タグ付与の、まあ、例なんですけども、まあ、下の例の、まあ、A っていうものはまあ、実際に京都コーパス 4.0 のまあ術後項構造なんですけども、まあ、B が本論文でのまあ術後項構造です。まあ、本論文でのまあ特徴なんですけども、まあ、動詞に対してはまあその原型に対してまあタグを付与しています。まあ、A では食べさせるにまあがとおとにのまあそれぞれのまあタグが付与されて、まあ、それぞれの関係がなっているんですけども、まあ、本手法では、まあ、食べさせるではなくて食べについて、まあ、がとおの、まあ、タグが付与されていて、で、まあ、このさせるの、まあ、刺激の、まあ、役割があるんですけども、この核要素、まあ まあ、このさせるにも、まあ、核要素というものを、まあ、2なので 何がの部分なんですけども、その、まあ、核要素を増やす働きがある、まあ、助動詞に対してもタグを付与するという価値を取っています。まあ、それによって、まあ、京都コーパスの、まあ、A と同じ、まあ、役割、まあ、同じほぼ同じ、まあ術後項構造というものを取ることができています。でも本手法での、まあ、タグ付与の、まあ、作業の結果なんですけども、まあ、本手法では、まあ、作業者が2人で、まあ、やっているんですけども、まあ、実際にタグを付与した際の、まあ、結果が、まあ、術後に対しての、まあ、ガとオート2の、まあ、個数とその割合で、まあ、自体生命詞の、まあ、ガとオート2の、まあ、個数と割合なんですけども、まあ、こちらの統計から分かることは、まず術後の項の、まあ、出現箇所というものは、まあ、O 角と2角の場合はほとんど係の、まあ、関係である。で、まあ、画角の場合は、まあ、画角の前約6割というものは、まあ、ゼロ小の関係があるというふうになっています。で、まあ、自体生命詞の項の出現箇所というものは、まあ、O と角と2角というものは、まあ、同一分節内で、画角の場合は、まあ、ゼロ小の関係という、まあ、特徴があり、まあ、術後と、まあ、自体生命詞の項の出現箇所というものは大きく異なることがこの統計から分かっています。今回タグ付与するということで、2人の方でそのタグを付与しているので、その作業者間の一致率というものをこちらで算出しています。どちらか一方のデータを正解として、もう一方の作業者のものをシステムから出てきた出力として、それぞれ再現率と精度というものを求めています。この結果から分かるように、ほとんどの、タグ付与の際で、精度は8割を超えているので、その作業品質というものは高いということが言えます。ですが、改善の余地というものは大きくありまして、それで問題点の一部として、まずタグ付与の問題点で、術後の場合では、
まあ、タグ付与の対象となる、まあ、としてのような、まあ、機能語相当の、まあ、表現という問題があります。まあ、下に例を挙げているんですけども、まあ、会社 A が、まあ、会社 B を子会社としてといった、まあ、文章があるとして、まあ、そのとしてこのとしてには、まあ、まず一つ目の意味として、まあ、ある一つの面から、まあ、一つの側面から見たときに、まあ、その、まあ、ここでは、まあ、会社 B なんですけども、まあ、その価値をつけたり、まあ、その意味っていうものを、まあ、つける、まあ、機能語相当の、まあ、表現として使われている場合、もしくは、まあ、この会社 A が、まあ、会社 B を子会社とするといったような、まあ、この2つの、まあ、解釈の仕方があるので、まあ、このような、まあ、そのばらつき、まあ、解釈の仕方のばらつきについては、まあ、下の論文を参考にして、まあ、問題解決にあたると書いてありました。で、まあ、事態性名詞のタグ付与の問題に関しては、まあ 今回タグ付与すると、まあ、決めた前提として、まあ、事態性名詞が、まあ、ことを表している場合、まあ、そのタグ付与をするというふうにしているんですけども、まあ、事態性名詞はことともの、まあ、どちらとも解釈できるものがあります。まあ、ここでいう、まあ、事態性名詞の、まあ、こととものの、まあ、内容としては、まあ、報告といった場合には、まあ、報告するといったような、まあ、その動作を表す、まあ、解釈の仕方と、まあ、その報告される、まあ、その結果物としての、まあ、報告、まあ、物として扱われる報告という、まあ、2つの意味があるので、まあ、それぞれの場合に、まあ、その作業者間でのばらつき、まあ、作業の揺れというものがあります。まあ、そこで、まあ、事態性名詞のタグ付与の改善点としまして、まあ、事態性名詞、まあ、ことの場合に対して、まあ、タグ付与を行ったんですけども、まあ、どちらか一方の作業者が、まあ、まあ、ことと判断しても、もう片方の作業者がものと判断する場合というものが多かったので、まあ、両方、まあ、ことともに対してタグを付与することによって、まあ、そのばらつきをなくそうというものが、まあ、修正1で、まあ、修正点2というものは、まあ、ことともの、まあ、それぞれ、まあ、異なる、まあ、解釈、まあ、意味が違うので、まあ、それぞれを区別するために、まあ、ものと判断した、まあ、物も新しくタグを付与するので、物と判断した場合には、その物と判断したその根拠となるものに対してもタグを付与するようにしています。でタグ付与の改善結果なんですけども、まあ、下の表から分かるように、まあ、50記事に対して、まあ、その中から、まあ、再編名詞というものは665箇所あります。で、まあ、実際に作業を行った場合に、まあ、こうとと作業者がこうとして取ったのが、まあ、550を超える、まあ、その全体として660個のうち、まあ、どちらも、まあ、550個以上を、まあ、左辺名詞に対して、まあ、こう付与しているということが分かります。でまた、こう自体を持つか持たないかっていうものの、まあ、2人の作業者間での、まあ、一致率っていうものは、まあ、0.95 までして、まあ、このものとことっていうもの、ことに対してだけ、タグを付与するといった場合よりも、まあ、精度、まあ、作業の品質が上がっていると言います。またここでこうが一致しなかったものっていうものは、まあ、作業者が、まあ、格納パターンを想起することができなかったといった場合でして、まあ、報告するの、まあ、お格が来るか来ないかっていうものを、まあ、ある作業者の場合は、まあ、想像できたが、まあ、想起できたが、もう片方の方は想起できなかったといったような、まあ、その作業者による、まあ、ばらつきというものがあります。まあ、最後にまとめなんですけども、この本論文では京都コーパス 3.0 を対象にして、まあ、これまでにない大規模な、まあ、術語構構造と、まあ、共参照のタグ付きコーパスというものを、まあ、構築していました。
まあ、今後の展望なんですけども、まあ、機械学習等の、まあ、訓練事例として、まあ、用いる場合には、まあ、今回はその報道の記事に対して、まあ、タグを付与しているのため、まあ、分野の違いによって、まあ、適切に、まあ、解析できない場合がある、まあ、そんな、まあ、解析できないという、まあ、問題が考えられるため、まあ、いくつかの領域に拡張して、まあ、タグを付与する必要があるというふうに述べています。以上で終わります。